はいですこんにちは、どうもどうも。今日はね、2022年の2月の7日の月曜日ですね。はい、本日ですね、またまたちょっと嬉しいお知らせ。うん、どうなんだろうね。はい、発表ありました。えっとですね、キャラクターグリーティング終了のお知らせです。はい、キャラクリ終了、普通終了って、えー、残念ないわ、なんですけども、はい、これはね、前向きな終了だと思いたい。はい、何が終了するかというとですね、 ランドの方、ディズニーランドの方のですね、シアターオーリンズのグリーティング、あとディズニーシーのドクサイドステージのキャラクターグリーティング、はい、この2つのキャラグリがですね、それぞれ終了します。はい、こちらですね、2つのキャラクターグリーティングが終了するということで、これ、詳しく解説したいと思います。はい、こんな感じでですね、ディズニーチャンネルではディズニーパークに関する様々な最新情報をお伝えしていますので、情報を取りこぼすことのないように、ぜひチャンネル登録を。 お願いしますランドの方のシアーター・オリンズがですね3月6日終了で C のドクター・ズステージの方が3月30日に終了しますこれ終了ってことでねこれ元々ですね本来はこれショーやってるステージなんですよね最近ディズニー好きになった方はねちょっとわからないかもしれませんけどシアーター・オーリンズはですねランドねシアーター・オーリンズはこれアドベンチャーランドにあって これはですね、コロナで臨時休園の前はですね、このレッツパーティーグラというショーをやってました。で、C の方はですね、ドクサドステージの方はですね、コロナで休園する前は、ハローニューヨークっていうショーをやってました。で、まあね、このコロナの臨時休園開けて再開しましたけれども、ソーシャルディスタンスとかですね、感染症対策の観点からですね、ショーの方がこれ、続行というか、ショーできなくって、でそれでずっとですね、 パークが開演してからクニクの策でこのググリーティングをずっっとやってたんでで、すよね。でシアートーリンズの方は本来ねあのレッツパーティーぐらいに出てたドナルドとデイジーとグーフィーこの3人がローテーションでキャラクターグリーティングしてましたでドクサドステージはですねまあほはねハロウニューヨークっていうショーを本当はやっていたんですが臨時休演中にですね ハローニューヨークもう終わりますっていう風にこれなし崩しにこれ終わってしまったんですよねなのでまあもう過去のショーっていうことでこの『ドクセルステージ』の方はですねあのアメリカン・モーターフロントに本来野良で出てくるキャラクターがここでセール理グリやってましたまあやってます、まあ、ドナルドデイジーそれからクラリスチップデールスクルージプルート はい、この辺会えましたよね。あとは臨時でですね、のシェリー・メイとかがいる時もありましたよね。はい、そういうグリーティングをやってました。で、このグリーティングはですね、シアーター・オリンズの方が3月6日をもって終了。で、ドクター・ド・ステージの方が3月30日をもって終了すると。グリーンが終了って残念ですけども、まあこれ本来はショーをやってたステージですので、まあ、こうなってくると、やっぱこれ、 ショー再開かっってやっぱ思いいますよねはい、これはね、なんか経昨削減とかですね、<laughs> なんかそんなふうじゃなくって、これ本当にね、ショーが復活すると思いたい、願いたい、はい期待したいと思います。で、ランドのシアーターオーリンズは、列パーティーぐらいやってましたので、列パーティーぐらい復活、再開、期待しますよね。で、C のドクステージの方ですね、ハロウィンよくもう終わってしまったので、そうなるとやっぱりね、ハロウィンに変わる、 新しいショーを始まるのをこれも期待せざるを得ませんよね。期待したいですよね。はい。なので、これ終わってから次どうなるのか、はい。これも要注目ですね。目が離せません。はい。こんな感じでした。もう一回改めて言いますね。ランドのシラトリンズのグリーティングは3月6日をもって終了。で、C のドクサドステージのキャラクターグリーティングは3月30日をもって終了します。 逆に言うとですね、これ、レッツパーティグラーのキャラクターにですね、これ、整列で会えるわけですから、それはそれで貴重ですよね。なので、シアター・オリンズのグリーティング、まだだよーっていう方は、これ、ぜひこれ、あの急いだほうがいいと思います。で、C の方はですね、まあ、これ、ノラグリ、フリーグリーで、まあ、ノラグリで出てるキャラですので、まあ、そんなにね、急いで慌てなくてもいいかもしれませんけども、 まあ、コラはこでやっぱりね、貴重な経験ですし、やっぱりゆっくりとキャラに会えますからね。なので、なかなかできない体験ですから、コラボこでやっぱりね、3月30日までしかね、体験、経験できませんので、これ、まだね、会ってない方は、急いでた方がいいかと思います。はい、今日も土以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。